はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日もあの久しぶりですね、始まりましたイマジク TV、本日はですね、上の方に上げてもらっていいですか、お店に GO です。イマジク小協同組合の加盟店であります、新東鮮魚店様より、原津街道沿いにあります店より今日生中継をいたします。よろしくお願いします。久しぶりです。はい、それではあの新藤さん、はい、どうも。どうもおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当ですね、あの地元で非常にあのもう何年ですかね、かなり長いですね。30、40年ぐらいですね。40年。ああそうですね。まこっちゃんも、はい、僕もあの昔修行させていただいて、はい、そうなんですよ。弟子実は弟子なら師匠でございます。はい、弟子大師匠でございます。はい、今日は今宿でもですね、非常に有名で美味しい、お魚を販売してある新藤さんの方にお邪魔しました。今日はよろしくお願いいたします。はい、それではあの早速、実はあれですよね、こちら唐津街道でちょっとこのね道を軽くちょっと行くまでいいですかね。もともと旧唐津街道ですね。まあ、こっちに行きますと以前、出ていただいた、柴田さんとか柴田酒屋さん、畑井スポーツさんの道ですね。昔ここ旧街道、唐津街道ですね。そうですね。それをずっとこう、西の方ですね、とその左手に神道さんが、見えます。そうですね。はい、その先に、こっちに行くと今津とか十日、ね、方面になりますね。そうですね。ちょうど裏の道ですね。ちょうど画面から右側は花火大会でもやってる長谷の海がすぐ近く、非常にロケーション的にもいい場所です。ここに移られてもどのくらいになるんですかね。2年ですかね。はい、以前はあの私のお店の真裏ですね。そうですね。真裏、あの大栄があったんですけどね、大栄の中に含めて、あそこも長かったですね。もうあそこは、はい、そうですね、長かったです ね、はい、今こちらの方にこう変わられて営業されてます。 ね、はい、ではぜひあの旬なお魚を見させてもらうと同時に、さばき具合となんか見ていただけるということで、はい、楽しみにやってまいりました。はい、よろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。あ、もう配達業からすごいですね、やっぱり。そうですね、もう新鮮な魚をもうあらさ、はい、イカももう生きてる、ね、はい、ブリ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 来てるヤリカですね。あ、本当に、はい、まだもう、はい、まだまだあの口、あ、本当色が変わった。今はね、あの足のゲソの方触ったりしたら吸盤でくっつきますよ。え、これこんな新鮮、こんなに元気、あの静かにしてくれてるんです。そうですね。そういたら元気になる。綺麗に整列して生きてるのに、はいはい、暴れないですね。そうですね。あ、もう覚悟し決めたのか。覚悟じゃないですか。まこっちゃんに使われる覚悟できますね。はい、今、新藤さん、旬で言いますと、この今は何が、秋サバですかね。あ、最終島の秋サバ、脂が待って、あんまりすごい、すごい、すごい、すごいですね、これ。これが一番ですね。地図島ですね、最終島です。あ、最終島。最終島ですね。最終島ですね。うーん、味ですね、これ。あ、ね、あ、味も大きいですね。はぁ、味もいいですね。これ今やはりもう、刺身が一番。そうですね、刺身でしょうね。いいですか。はい、これ珍しいところ。この辺に今とれる太刀の太刀魚ですね。これものすごくあの骨離れがいい。そうですね、美味しい。小さい頃こればっかり食べさせられた。まあ、うちも刺身でも出させてもらった、天ぷらとかですね。ああいったのも非常に美味しいですね。これはトビウオ。トビウオ、はい、ものすごくたくさんありますね。あ、カレーから、ね、スカレー、アラカブから古代ですね。古代ですね。古代とこちら天マダイ、お島味ですね。タラとフグ、はあ、あ、今から鍋です、はあ、ですね。美味しいですね。これはちなみにあれですか、あの今時あの女性っていうか奥様連中はさばけないという人さば、はい、けないですね。そんなのもちろんあのここでさばいていただけるんですかね。はい、すね。あ、今あのカツオのさばきが、あ、本当だ。あ、いいですね。ちょっと近場に行って、はあ、まあ、新東鮮魚店が誇るおさむ兄さんがもう、炙り方にも何かありますか。別になんでないですよ。いやいや、やっぱ愛情込めて炙れば、はい、油もよく出ますので。これは炙ることで
めるじゃないけど、何があるんですか。ああ、西か。なるほど、作品とか。ああ、なるほど。カツオのたたきですね。ああ、香ばしいですね。やっぱまあ新鮮なやつをこう焼くんでですね、中も綺麗で、まあまあ、そのスーパーさんのことは言うわけじゃないですけど、やっぱちょっとこう残ったのを焼いて売ったりとかすると、やっぱですね、まあ、ごまかすじゃないですよね。これ魚屋さんはやっぱ専門店なんで、いいやつをこう焼き込んで、だからも食べた時も美味しいんですね、やっぱり。これこう炙りますと、こちら最後なんか、そうですね、はい、はい、締めて、うまみを逃がさないようにですね。なかなか、はい、簡単に見えるんですけど、僕もよくやるんですけど、やっぱりなかなかこう難しくてですね。これはもう時期的に最高です。日本酒が飲みたい。それはもう柴田さんのところにいたこのロードで柴田さんのところで先買って、新藤さんのところで魚を買ってて家で飲むというですね、はい、素晴らしいです、はい。それと含めて、あ、そうですね、惣菜も豊富なんですよね。はい、この惣菜はもう本当に美味しいんでですね、一回ぜひ皆さんに食べていただきたい。手作りなんですね。こちらが、はい、メイクインを使った煮付けですね。はい、あ、これはもうこのもう色照りといい。そうですね、もうね、はあ、はい、こちらが甘鯛の南蛮漬けですね。アジの南蛮、はい、アジの南蛮ですね。アナ甘鯛、はい、こちらが甘鯛ですね、はい、非常にこうリーズナブルですね。これ非常に今独身者とかやはり、まあ、独居老人の方とか多いと思うんで、そうですね、やっぱり会社帰りの方とかですね、そういうのは非常にいいですよね。ほんとほんとイワシ、このイワシ、あ、そうですね、美味しそうですね。それはこれまで食べるね、はい、これ非常にこのイワシって私も食べたことあるんですけど、新藤さんのとこってもう臭くないんですね。臭くないで変ですけど、イワシってちょっとあるじゃないですか、癖が。まあ青魚だからです ね、はい、それがもう全くないんですね。これは本当素晴らしい。本当なる、はい、からし明太が あるんですよ。ああ、からし明太ちょっと、ね、あ、そうですね、はい、これは知らなかった。これもちょっと今宿ではもうプチブレイクしてるですね。あ、はい、もう明太好きな方にはもうたまらないというですね。ちょっとそんな広瀬に騙されてですか。はい、あ、昨日博多ん大将、そんな広瀬のからし明太、はい、ちょうどその歌を歌ってありました。あ、そうですか。夜ちょっと、はい、ご一緒になります。え、これはじゃあ、なんか贈答用途でなんかそうですね、バッと詰めていただけるんですか。こんな感じで箱が、あ、これですね、はい、あ、なるほどなるほど。これでも、え、いつからですかこれ。僕知らなかった。これ明太子は前の店ぐらいにかぎりいる。あ、そうですか。ちょっと取りましょう。大体本格的にしたらこっちの店行ける。あ、これはぜひちょっと明太好きなんで美味しいですね。あ、本当ですか。はあ、ちょっと無事部分になります。はあ、贈り物とかにもいいですし、あ、まあ、お店からに来てもらえば、住所言っていただければ送ったりもできるんですよね。はい、できます。はい、あ、なるほど、まあ、全国に、そう、全国に、はい、できますので、ぜひ、お歳暮とかですね、お悩みの方なんかいつも同じようなものばっかり送られてある方はもう新藤さんに来てもうご相談いただくと。はい、お魚も一緒に送ります。はい、魚も、はい、そうです。いや、はい、でも見てるけどもなんかいろいろありますね。そう、あ、刺身の、あ、刺身のちゃんと、そうですね、刺身のパックも、はい、魚屋さんだけに、はい、あ、豊富にありますね。キュウリだったナマスだったり、あとはそうですね、はい、あとはもうクジラのこういうフライになってる分、はい、まあ、あと揚げるだけですね。その生クジラですね。うまみが、そうですね、はい、これはもう、うまみっていうのは尻尾の方の根元の、あ、ね、はい、あ、ね、尻尾の根元の部分、そうそう、はい、一番上で、綺麗ですね。これ今いろいろとなんか捕獲の問題で合ってる、ね、多分試験のやつでしょ。あ、なるほどね。今年のことでラストだと思う。あ、ラスト、はい、あ、これもやはりもうどういう食べ方したらいいんですか。やっぱり刺身でしょうね。あ、やっぱり刺身が、普通に
わさび醤油というか生姜醤油が欲しい。あ、生姜醤油のがいいんですね。あ、なるほどなるほど。なかなかものが入らない、うん、入らない部位なんですね。そうですね、高級な部位ですね。刺身というよりはほんと肉って感じ、うん、そうですね、馬刺しとかああいう関係等の感じに見えますね。はい、あ、これはすごいですね、非常に豊富で。もちろんあのこのブロックでありますけど、あのこういうお刺身のように引いてもう売ってもらったりできるんで、はい、もうお一人からですね、お気軽に、はい、もう相談いただければ。あとはもうやっぱりもうお酒のおつまみエイヒレとかですね。エイヒレ、はい、あ、いやでもたまりませんね。あ、今ちょうど食べてるし、あの風に炙れば、そうですね、もう即食べる。もう塩辛から、まあ、こういったスルメとかですね、もう小物からやっぱり海竹もですか。はい、海たて、海たて、はい、ホタテ、はい、そうですね、ありますね、こういう、うなぎですね、ああ、うなぎもあります、食べたいですね、すごい、あ、これは本当。そうですね、やっぱりこうパックもそうですけど、こういう、まあ、やっぱり通なお客さんになると、こういう新鮮なやつをもうおろして、うん、まあ、刺身までしてもらって持って帰って食べられるとかですね。だから新鮮さが全然違いますよね、やっぱり、はあ、魚っていうのはやっぱ、まあ、僕もその居酒屋で使わせてもらってますけど、まあ、難しいんですよね、やっぱり新鮮とか新鮮じゃないという見分けが、素人さんにはですね。僕もまあ10年させてもらってますけど、まだまだだなと思いますけど、やっぱりこういうところに専門店に来て、もう専門の人に話を聞いてですね、あとはまあ料理の方法とかもいろいろ教えてもらえるんで、はい、これしたいあれしたいっていうのをこう店の方に言われてですね、はい、やられるのもいいと思います。はい、牡蠣ももうそろそろ牡蠣が出てくるんで、初物ですね。やっぱりスガキで食べるならですね、広島のも美味しいんですけど、こういろは島の粒がちっちゃい、はい、長崎の、そうですね、これが美味しいんですよね、はい、あとはちょっとこっちになりますけど、まあ、サザエとかカニとかですね、こっちに、はい、アサリ、そうですね、アサリも昨日も本当僕が分からないでサザエを買って手突っ込んだらカニに挟まれそうになったというですね、はい、トラブルが発生しましたけど、はい、危うくやられるところですね。うわ、でもカナトフグにしてもこれ大きい、大きいですね、これはかなり、はあ、サイズがですね、ちょっとカメラ越しに分かるかどうか分かんないですけど、はい、赤貝もありますし、まあ、新鮮なものは、はい、お、これは、あ、か、カマですね、タイの頭、タイの頭ですね、はい、これはお得意様の方に、そう、あの、お寿司屋さんの方に、あ、お寿司屋さん、ね、多分サービスで出されると、はあ、欲しいものだと本当サービスのいいお店なんで、ね、はあ、さっきのファイヤー、はい、ファイヤーは叩きも出てきてますね、はい、あの惣菜を作られているのはこちらの清子姉さん、はい、よろしくプロフェッショナルなんでも、はい、おばあちゃんちょっとずっとったけどね、はい、正方感、そうですね、あの、はい、その前の行かせてもらった正方感の空手をお孫さんがされてある、はい、はい、あ、はい、なるほど、はい、はい、ね、本当おめでとうございます。スポーツが強いですね。そうですね、あとはなんかちょっと、うん、下ろすところを下ろしますか、はあ、何がいいですか、はあ、はい、もうなんか味が、なんか味、そうですね、味ちょっとサーマー下ろす先生です、はあ、よろしく、それはあの技術者目線、はい、大先生が、いやいや、もう僕があの意見させてもらうなんてとんでもない、さあ、まずはあの鱗を取りかですね、これも一見簡単に言いますが、素人の方がすると結構鱗が残ったりして、そして税後というところを取ります。頭落とし、で腹出しですね、
お、お腹の骨を取ってまず1枚目ですね。僕も本当修行時代は1日に300匹、400匹、500匹とここでサンマおろしをさせていただいて、あもうこちらのおさむ兄さんに殴られながらですね。はい、これで三枚おろしできました。この三枚おろしの味を、今日来られた方にはプレゼントとしていただけるかどうかは分かりません。ね、やっぱりこう技を感じますね、非常にね。そうですね。営業時間なんかは何時から何時までですか？朝8時から。8時から、はい。大体6時まで。6時までですね。はい、あとはあの配達とかもありますよね。刺身の盛り合わせとか、はい、八盛りとかですね。はい、今は年末、今から年末にかけてあのブリとかですね。そうですね。数の子とか。数の子とかですね。カニ詰めとかですね。カニそうですね。はい、いろいろありますね。はい。はい。まああのぜひあのお魚のことはですね、あのイマジク TV を見ましたと来ていただいて、あのいろいろご質問いただいて、はい、どんどん地元のお店を活用していただきたいと思います。ぜひあの聞いてもらったりしてですね、やっぱりいろんな料理の仕方を教えていただ、教えてね、いただけるということなんで、ぜひそういうのも合わせて聞いていただけると。そうですね、はい、何でも聞いてもらったら、はい、今篠子さんも半分ぐらい分かってますね。そうですね。僕も日頃からそう、はい、もう常にもう、はい、お世話になっておりますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあそれではですね、最後に、ね、もう一度あの場所の確認を含めて、はい、ちょうどあのもう一度見ますと唐津街道ちょうど福岡市内から行きますと、ここはなんていうかな、旧通りですね。旧通りですね。はい、メール浜の方から来ればあのガソリンスタンドから中道に入るところですね。はい、でちょうど国道のから一本入った道なんで、まあ、警察今宿の交番とかの裏の道になりますね。はい、ちょうど車をこう横付けできるというか駐車場も、ね、そうですね、はい、駐車場もありますので、はい、はい、車で来られても大丈夫ですね。はい、それからこっちはもう今津方面ですね。はい、営業時間が8時からね。はい、だからお休みは日曜日、お休みは日曜日ですね。はい、はい、それではぜひですね、あの今宿の住民の方、はい、新都鮮魚店さんをよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、それではですね、来週再来週ですね、第3火曜日、はい、20時よりまた放送いたします。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それでは、はい、新東鮮魚店さんでした。ありがとうございます。